こんにちは、井上です。今日はブラウザの操作を効率化する、自動化するのに、Python がいいか RPA がいいかということで、ちょっと事例をお見せしながらやっていこうかなと思います。今回の事例は、ちょっと画面の方をお見せいたしますと、こういったサイトですね。これ e-Tax のサイトではあるんですけど、ここで源泉所得税を払うと、そういった手続きをですね、ちょっとやってみようかなと。で、実際どうやるかっていうと、こうやってログインして、ここに、このマイナンバーカードでログインっていうのもできるんですけど、今回はこっちですね。こっちだと、これでいくと、マイナンバーカードをここにつけてればいいんですけども、そうじゃない場合、またちょっとめんどくさいんで、自動化する上では、こっちの番号で入った方がいいかなと。ID とパスワードですね。それでやってみようかなと思います。で、この中に入っていって、で、実際にその金額ですとか、そういったものを入れるんですけども、それはちょっと自動化の過程でお見せしようかなと思います。で、ここに、この操作を毎回やるわけですよね。ログインをして、この番号を入れて、で、金額入れてっていうのをやらなきゃいけないわけなんですけど、この仕事に関しては年に2回でできたり、我々税理士の場合だと、お客様の分もということで、かけるお客様数なり、お客様数というわけではなくて、お客様の中でこちらで担当する数というのが、という仕事が発生するわけなんで、自動化しておくに越したことはないかなと。で、ご自身で、源泉所得税を払うときにも、これをいうのを使っていただくと、年に2回だから、ちゃちゃっと手打ちすればいいやと思うのか、年に2回でも効率化できるものはしておいた方がいいのかと。で、年に2回だとか、年に1回とか、毎月だとか、そういった仕事って、こそ自動化しておいた方が私はいいと思うんですよね。で、1年経つと忘れてますよね。半年経つとでもそうですけど。毎月でもそうですよね。なんか忘れてて、あれっていう時もありますし、自動化しておけば、絶対そこは間違いないわけなんで、間違いようがないわけなんで、たまにですね、この e-Tax サイト、特に e-Tax サイトなんですけども、勝手にこの中身を変えるんですよね。意味もなく。それやめてほしいなとか思うんですよね。自動化してるっていうのは想定してないでしょうけども、この辺のログインのボタンの名前とかを変えると、正しく、プログラムが動かなくなるんで、その都度修正しなきゃいけないと。そんなに頻繁には変わらないですけども、年に1回、年明けなんか危ういですね。年明け変わってるっていうケースもあったりするんで、そういった注意点というのはあるんですけども、自動化しておいていいんじゃないかなと思っております。で、私はこの仕事は、自分の会社もそうですし、で、お客様の分もありますんで、ここは自動化しておいて全然問題ないところではあって、で、RPA が出た時から、2018年からずっと自動化にはしてはいます。それを各所でやってるわけですよね。ここだけじゃなくて、他の仕事でもやってるわけなんで、やっぱりプログラミングしておくっていうのは大事かなと思っております。で、じゃあまずちょっと Python でやってみようというところであるんですけども、Python ってどういったものかっていうと、ちょっとこれでテストで作ったのがあるんですけど、こんな感じで ひたすら書かなきゃいけないんですよ。ここでも敷居が高いですよね。敷居が高くて、じゃあ RPA の方が楽だっていう結論にここの時点でなってしまうんですけども、もうちょっと Python でやってみようかなと思います。で、RPA の欠点としては、Mac で使えないっていうのはあるんですよね。Windows の環境を入れるか、もしくは Windows パソコンでやるしかないんですけども、その欠点を気にしないんであれば、Python やるんだったら RPA がいいかな。Python って結構この流行りみたいな感じになってますけど、めちゃくちゃ敷居高いと私は思うんですよ。全然簡単じゃないよねっていうところはあるんで。で、RPA もじゃあ比較すると簡単ではあるんですけど、Python より。で、世の中で、今ブームがもう去って、落ち着いてきたんで、そのめんどくさい、RPA 会社の変な営業とかはなくなって、その穏やかな環境で使えるわけなんですけども、今でもやっぱり RPA って使えますよね。私を日々とは言わないですけども、毎月毎週使ってはいますんで、こういった仕事にも使ってますんで、RPA は今からでも挑戦してみるのはいいかなと思います。こういった効率化って流行り廃りではないんで、
Excel マクロなんてもうめちゃくちゃ古いですから、古くて、まあ、今流行りでも何でもないんですけども、まあ、やっぱり非常に便利ではありますんで、ぜひ使ってみていただければと思います。で、Python も使いどころはあるんですよね。私は特に Mac がメインなんで、Mac で自動化するときに、Mac の自動化のツールもあるんですけども、Python 使った方が楽っていうところもありますし、まあ、プログラミング学習として Python っていいなと思うところはありますんで、まあ、Excel マクロとちょっと文法が違う Python を使ってみるっていうのもおすすめではあります。で、Python を使うまでに何をしなきゃいけないかというと、まあ、こういった Python のサイトでダウンロードしなきゃいけないです。で、Windows の場合はちょっと途中までやりますけども、ちょっと Python 動画は上げているんで、ここでアップグレードになっちゃいますね。ここでインストールをした後に、まあ、その動画をちょっと見ていただければいいんですが、ちょっとインストール上の注意点というのがあります。で、なおかつ Chrome を操作する上で、この Chrome ドライバーというのを入れておく必要があります。この Chrome ドライバーってサイトがあるんですけど、で、今バージョンがこの今日の7月5日時点では Chrome のバージョンって114なんですよ。114なんで、114のドライバーを落としておくという。 Windows だったらこれですね。 Mac で今の M2 チップだったらこれですね。これを落としておくっていう必要があります。で、なおかつまだ設定があるんですけども、まあ、その設定をするときに、で、まあ、チャット GPT を使ってみようと。で、RPA はチャット GPT ではできないんですよね。で、なぜかというと RPA ってちょっと画面を、まあ、こういったものではあって、まあ、ここにじゃあクリックをするとかなんかっていうパーツを入れていくんですよね。こういったのこうビジュアル的なものって、ここに RPA のプログラム、このプログラミングがプログラムが出てくるっていうことは、まあ、ちょっと技術的に難しいというのもあります。で、Python だったらここにずらずらずらっと出てくるやつをコピーすればいいんで、まあ、チャット GPT の使い勝手使える場面というのはあって、で、Excel マクロだったり GAS、Google Apps Script なんかもこのチャット GPT でやるっていうものをやるっていうのができます。で、まあ、それは私はその講座をやったりっていうのをやってるところです。じゃあちょっとですね、ここに入れてみようかなと思うんですけど、 Python で Python で、で、このサイトですね、もう直接これ入れた方がいいんで、このサイトので、どこをクリックするかというので、このログインをクリックしてくれて言ってもなかなか伝わらないので、これ右クリックして検証っていうのを Google Chrome だったらこうやって押すとこんな感じで出てくるんですよ。ここのこのログインっていうボタンはこういうふうに書いてあるっていうのが出てくるんで、これを右クリックしてコピーして、この私はこの X パスっていうのをよく使いますね。コピー X パスっていうのをコピーして、で、ここに貼り付けるとをクリックっていうので入れると Python のこのコードがこうやって出てきます。で、ただ注意点があって、ここにあるようにこのインストールセレニアムってセレニアムというものをインストールしましょうということが必要とするということが必要になってきます。で、ただですね、これがこれだけだと分かんなくて、このコマンドプロンプトっていうところに入れなきゃいけないんです。 Windows だったら、 Mac だったらターミナルですね。で、これまたここにも罠があってですね、この普通にセレニアムっていうのを入れるとこの最も新しいバージョンが出てくるんです。で、最も新しいバージョンだとちょっと書き方が変わるんですよ。で、変わる、で、それにチャット GPT 対応してないのかっていうと対応してないんです。チャット GPT は、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもですけど、2021年9月時点の情報なので、それ以降のアップデートはされないんです。まあ、ウェブに対応してるものとかだったら全然対応させたりっていうのはできたりはするんですけども、まあ、検索にです、まあ、現状はちょっと対応してないと考えて、チャット GPT をもし使うんであれば、そのインストールするときに PIP、ここにありますか、このままコピーしますか。PIP インストールセレニアムでやると、ちょっと今、そうですね、これで、うん、もうすでに 3.14 っていうのを私は入れてるんですよ。で、もし入れる場合だったら、ここでバージョンを指定して 3.140 っていうので入れてみていただければ。そうすると、まあ、ちょっと古いバージョンが出てくるんで、この4っていうのが入るんですよ、普通だと。
で、もしバージョンが古くても別に今現状は使えるんで、まあ、今後はちょっと対応しなきゃいけないかもですけども、まあ、ちょっと今回は Python は大変だよということをお伝えするだけなんで、ちょっとひとまずこれを3.14っていうのを入れてみます。ちょっとこのあたりは無視していただいて、これはまたちょっと別のアナウンスなんで、で、これをインストールした上で、この Chrome ドライバーをこのダウンロードして、展開して、で、私の場合だと、ここに入れてるんですよね。ドロップボックスのインボイスの、ここの Chrome ドライバー .exe っていうので、これで、これのパスをコピーするっていうのが必要にはなってきます。パス。パスっていうのはこの場所ですね。場所を指定しないと、もう Python 側にはわからないんで、で、なおかつ Python をこの開いて、このアイドルっていうソフトを開いて、で、ここにようやくこれをコピーできます。で、これでもうちょっとで言うと、コピーモードで、コピーして貼り付けます。で、さっきのこの Chrome ドライバーのパスっていうところも、ここからコピーして、ここに貼り付けると、こういうのが必要になってきます。で、ちょっと余計なところを。で、なおかつちょっと私の場合は、ここのスペースキーがあるんで、ここ、もしうまくいかない場合は、ここの頭に R を付けなきゃいけないとか、なんかちょっと細かいことがちょこ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 あるんですよね。で、これで、じゃあちょっと実行してみます。で、これで実行してみたときに、保存しなきゃいけないんで、保存して実行すると、こうやって自動的に Chrome が開いてっていうふうになるんですけど、まあ、通常のサイトだったらこれでいいんですよ。ただ、このですね、Linux のサイトってめんどくさいことに、この拡張機能っていうのは必ず使わなきゃいけないんです。で、Chrome でこの新しいブラウザを立ち上げて、こういう Chrome は自動ソフトウェアによって制御されてますっていうのが出ている状態では、拡張機能がオフになってるんですよ。オフの状態で立ち上がってしまうんで、まあ、結局は、まあ、これ拡張機能なくても、これからやることはできるんですけど、この閉じるっていうところをクリックするっていうのがもう一つ必要にはなってきます。で、これも同じように要素を検証しっていうので入れて、もう一回押すとこうですね。で、これをまたコピーで X パスっていうので取って、で、さっきのここですね。ここにあるんで、ちょっとこれを変えて、これでもう一回入れてみると、2つクリックをするってことですね。っていうので、ウェブページを開いて、これでいけるかな。で、また、で、これで Python に戻って、もう一度コピーすると。で、この Python でもう一個あって、ここの最後に終了するっていうのをやってしまうと、最後にブラウザが閉じてしまうんですよね。それもいらないんで、一旦消して、毎回出てくるんですよね。で、今、失礼します。ここで、またパスのコピーをしておかないと。パスもチャット GPT に聞けばいいんですけど、まあこれだけで Python って結構めんどくさいなぁと思われるかもしれませんが、まあ一度作っちゃえばいいっていうんで、いいので、まあ最初にちょっと手間かけてみるっていうのは一つ大事ではあるかと思うんですけど、ちょっとこの読み込みが結構時間かかるんですよね。で、この読み込みがかかるまでに、読み込み終わるまで待つっていうのを入れることもできるんですけど、結構エラーが出やすいんで、ちょっとひとまずは、まあ、ここで、ちょっと、ここで5秒待つとか入れてやってみますか。
まあ、本当はこれが表示されたらクリックするの方がスマートでいいんですけど、ひとまずはここで。で、今のだと、こんな感じで、閉じるを押して、ログインっていうのを押したんですよね。で、ここで、で、またここで要素って言いますか、ここの名前をちょっとチェックして、これですね。この、なんか、いけてない名前なんですよね、これも。このマスカットウィジェット道場88みたいな名前なんですよ。で、ここもちょっと見てみると、ここは、89なんですよね。なんで88、89なんだとか思うんですけど、これがちょこちょこ変わったりするんですよ。で、これを4つ入れ、読み取って、で、暗証番号も読み取って、ログインも入れて、ようやくログインできると。で、この先もあるわけですよね。だから Python、なかなか大変だったりはします。で、ただですね、もう一個の方法として、じゃあ、Selenium っていう、今、Python でやったものの拡張機能というのがあるんですよ。で、この Selenium ID と Google Chrome の拡張機能ですね。で、そうすると、こうやって、なんか名前を付けて、この RPA のようにネット上のものを操作できます。あ、操作というか、操作を記録できます。で、これでもいいかなと思うんですけども、その Excel から読み取ったりとか、そういうことはできないんで、まあ、ちょっと、なかなか、かなと。で、これ上はさっきの閉じるにしたものは出てこないんですよ。拡張機能がオンになってるんで。従来の設定でできるんで。で、今、ログインを押してっていうのができたんで、で、これを一旦、この、閉じてみると、で、閉じてみて、一旦これも閉じて、この記録したものを、この実行すると、こうやって自動的にできるんですよね。今私はログインボタンを押してないですけども、そういうこともできますと。で、この後も操作記録していけば、まあそれができたりをする、します。まあこっちでやるのもいいんですけども、毎回そのちょっとした情報が変わるんであれば、このあたりで、ちょっとこうやって、修正していかなきゃいけないんですよね。修正していかなきゃいけないんで、ちょっと手間はかかるんですけど、まあ、これは RPA にちょっと近い形ではあります。まあ、RPA も修正しなきゃいけないしちゃいけないんで、まあ、これも選択肢の一つかなと思います。この拡張機能ですね。で、じゃあ実際、RPA でやってみるとすると、RPA 今私がおすすめするもので言うと、無料で使えるもので言うと、この UI パス。で、この無料のトライアルというので、まあ、ひとまず使えるんで、これを使ってみていただくか、あとは、マイクロソフトの、今、Windows 11だったら、最初から入っている、この Power Automate ですね。Power Automate っていうのを使うというのがあります。で、Windows 11だと、最初から入ってるんで、こっちがいいかなってとこはあるんですけども、ちょっと私は、見た目ですとか、機能的に、こっちの UI パスの方が、好きで、わかりやすいですよね。では、RPA で作っていってみます。このサイトを開いていただいて、RPA UI パスを入れていただいて、レコーディングのウェブっていうのをクリックします。で、ここで気をつけたいのは、このブラウザを開くっていうので、一度ブラウザを開くっていうところを記録します。で、そうしないと、ちょっとこの eTax ソフトが、の eTax のサイトがちょっと特殊で、最初に開いたときと、そうじゃないときとで、ちょっとここの名前が変わるんですよね。まあ、なんでそんなことするのかと思うんですけども、まあ、そうなってしまうんで、まあ、こういう手順を踏んでいただければと思います。で、その次に記録するにして、で、ログインをクリックして、で、この出てきたところで、このデータを入れていきます。で、次が、これ毎回こうやってクリックして、この入力値を入力してくださいというのが出てからじゃないと、うまくいかないです。で、ここで0321と入れて、で、ここで0085ですね。で、最後のこの暗証番号、パスワードは、このパスワードを入力というのにすると、入力すると、入力するときも、この RPA 上も表示されなくなります。で、これでログインにすると。で、ここで、
ログインはできたんで、まあ、続けていってしまいますか。で、ここで申告申請納税にして、新規作成。あとは通常通りこの手順をやっていけばいいだけです。で、この、やっぱり RPA の方がここは楽ですよね。この手順は。で、これでちょっとダミーデータを入れてってみようかなと思うんですけど、もう本当、令和やめてほしいですよね。うわ、本当ですね。効率化する上でも非効率ではあるんで、例えばこれで次にして、で、これで1で、ここが手間がかかるんですけど、これちなみにで言うと1人の場合も延べでここカウントするんで6人になりますね。で、ここは適当にちょっと入れてみると240万とかにして、例えばここを5万円にすると。で、これで下にスクロールしたいときは一回エスケープキーを押してレコーディングを一旦中断してスクロールするとうまくいきます。で、また記録にして次へに進む。まあ、ここまででいいかなって感じですよね。ここで終わりにしましょうか。で、ここで保存&終了にすると。で、そうするとこうやってどんこう記録されてます。最初のログインのところがあって、操作に進むで、あとはこうやって記録されてるんで、これを実行してみます。で、実行すると、今私何も触ってませんけども、まあ、こうやってさ、Chrome を立ち上げて、で、ログインして、次に進んでいきます。で、このあたりを入力して、金額を入れて、で、ここで完了ですね。で、もし、その、次回以降使うときに、この金額を修正したいんであれば、このあたりを修正していくと。これが7月から12月になるときもあれば、年が5が6に変わるときもありますし、あとの金額に関しても、金額が変われば、ここを変えていくと。で、変えるところをちょっと自分で確認しておけば、またこれでここを変えるだけで実行すると、あとその間なんかご飯食べててもいいですし、トイレ行ってもいいですしっていう感じで自動化はできるわけです。ただ気をつけなきゃいけないのは、まあ、ちょっとやってみますけども、これで実行しているときに何か別のものを触ってしまうとうまくいかなくなります。例えばこの辺をクリックするとか、他のサイトを見るとかっていうのをやると、まあ、それがうまく動かなくなってしまいますんで、これちょっと今別の理由でうまくいかなかったですけど、ログインにしてるんでうまくいけませんでしたけども、そこだけこのパソコンは触らないというのだけちょっと気をつけていただければと。だから私は複数パソコン使うときもあります。 RPA やるときはですね、まあ、とはいってもそんなに時間かかるものではないので、ただ私はこれを Excel から読み込んだりっていうのをやってはいますんで、より自動化はできるという、自動化しやすくしているということもやってはいます。で、今日お見せしたようにちょっとパワーオートメイトはちょっと失敗しましたけども、まあ、RPA の方がうまくより簡単に確実にできるっていうのがお分かりいただけたかなと思います。だからブラウザ操作は、まあ、RPA の方が私はいいかなと。Python でできなくはないんですけども、特にこの e-tax サイトに関して言うと、ちょっとややこしいこともありますし、このあたりの、この先ほどやったような、このどういう名前がついてるかっていうのも、一個ずつチェックといいますか、把握していかないと、Python では効率化で、Python は書けないんで、ちょっと敷居といいますか、手間が大きすぎるかなと思います。ここと1、2、3、4、5、6、7。まあ、7箇所といえば7箇所なんですけどね。7箇所といえば。
だからそれをクリックするっていうのをやっておけば、まあそんなに、まあできなくはないんですけども、ちょっと敷居は高いかなというところはあります。まあ、ということで、まあ今日、まあチャット GPT 使えばちょっと楽な部分もあるんですけどもですね。まあということで今日はもうブラウザの操作ということで、Python と RPA を比べてみました。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。